A&G ウェンズデースペシャル DGS ソングメール特集。はい、皆さんこんばんは。文化放送エクセンシャルの内田と申します。結構今タイトルコールやってみたんですけど、思ってたのと違ってですね、今どうしようかなと思ってますが、まあそれはまずさておき、今夜の A&G ウェンズデースペシャルですが、土曜日20時から21時で、放送していた、A&G ミュージック X DJS ソング特集の特別版として、DJS ソングメール特集を、1時間、これから1時間お届けしていきます。DJS ソング特集は文化放送で放送中の番組、DJS こと、神谷博士、大江大輔の Dear Girl Stories が、今年で、15周年を迎えたということで、それを記念して、これまで番組で生まれた楽曲 DJS ソングを紹介してきました。私はですね、その DJS で、番組プロデューサーを担当しています。ちなみに今流れている曲はですね、その DJS の、現在の番組オープニングテーマのマスターピースです。ミュージック X はですね、毎回1時間の特番枠だったのですが、15年間の曲ということで、番組主題歌などの、曲の紹介だけで計4回、4時間のボリュームになりまして、結果的にですね、募集したメールをほとんど紹介できなかったというのがありまして、今回メール紹介を中心にした1時間番組を、別途お届けすることにしました。この番組のハッシュタグはシャープ DJS ソングメール特集にしますので、こちらのタグで皆さん、それぞれのDJS ソングへの思いなどを自由につぶやいていただいて、全世界に散らばるディアガール、ディアボーイと共有していただければなと思ってますので、よろしくお願いします。僕も見ます。ちなみに、DJS はですね、現在、15周年を記念したイベントディアガールストーリーズフェスティバルカーニバル15年祭を、開催してます。先月、ですかね、今月神戸で終わったんですけども、今週末7月2日3日の2日間、横浜のピアアリーナ MM で開催します。現在、会場のチケットは一般発売されているほか、7月3日にはですね、ニコニコ生放送の方で流用配信も行うということで、そちらのチケットも現在発売しています。今回の特番で興味持っていただけたらですね、ぜひ会場にお越しいただきたり、ネットで、参加いただければと思っております。イベント自体詳しくは、DJS 15年祭で検索して公式サイトの方をチェックしてみてください。はい、今回の DJS ソングメール特集ですが、 DJS ソング特集と、続いて、この方と一緒にお送りしていきます。DJS 音楽プロデューサーの竹内明宏です。よろしくお願いします。いや、よろしくお願いします。これ大変ですよ。ここまで台本読んでたんですけどラジオパーサイ大変ですよね。いや本当そう思います。4回やって、感想としては手応えがあったなかったの以前に大変だね、ラジオパーサイ、そうです、それはすごく決められた時間の中でですね、こうどれだけこうどういう話をしていくのかっていうのは本当になかなか匂いまでできるもんじゃないですね。できますね。なんか感想ありますか？そうですね、この DJS の曲について話すのが割と15年の中で初めてだったかなと思うので、まあすごくこうありがたい機会をいただいたなというのと、あと僕もその皆さんのツイートとか読みながらオンエア聞いたりとかしてたんですけど、まあやっぱ皆さんいろいろね、こもった内容書かれていてすごく印象的だなと思って見てました。はい、いやそんなわけでですね、この時間、これからの1時間はとにかくメールをいっぱい読んでいこうというのが、コンセプトになってますので、早速ちょっとメールの方をですね紹介していきたいなと思います。はい、ラジオネーム、ソウさんからいただきました。DJS ソング特集全4回すべて聞きました。曲が流れるごとに当時の番組やイベントのことを思い出し、懐かしむと同時に、竹内さんたち音楽制作人の曲に込めた思いや意味を知り、新しく気づくこともできた特集でした。この特集を企画してくださりありがとうございました。私は DJS を聞いて今年で10年になります。10年もリスナーを続けていると、同じ DJS を聞いている者同士仲良くなり、イベントの時に会って交流することも増えてきましたと。ですがここ2年は、コロナ禍の影響でなかなか実際にお会いできる機会がなく、毎週ラジコで聞く DJS だけが友人との絆をつなげてくれていました。その友人たちと久しぶりに再会できたのは DJS15 年祭の神戸初日でした。本公演での DJS のパフォーマンスはもちろんですが、 DJS を介して出会えた友人たちとの再会も涙が出るくらい嬉しいものでした。この縁がずっと続くように、今後も DJS が続いてくれるよう変わらず応援していきます。神谷さん、小野さん、内田市長もスタッフの皆さんもこれからも健康に気をつけて DJS を届けてください、お願いします、ということで。
いただきましたよ、はい、もう4回聞いてくれたということで。なんかあれですよね、なんだろうな、応援するためだけに番組をやってるわけじゃないみたいな話を以前ちょっとしたことがあるんですけど、はいはい、もう一個意図せずして、なんかこうそういうのを実際こう見たり聞いたりして思ったことの一つに、この DJS 通じて、友達増えましたみたいなって多いじゃないですか、はい、で、まあ、やっぱりそのなんていうんですかね、まあ、ラジオを聞いてる人がみんなこう学校で翌日ラジオの話題してれば、まあ、ラジオ局的にはもうすごいハッピーなんですけどまあ、なかなかこれだけいろんなものを楽しめるようになってくると、はい、ラジオだけでこう翌日の話題を締めるのはなかなか難しかったりして、そうですね、で僕もよくなんかリスナーさんからこうメールもらったりとかで、なんかこう周りに DJS のことを知ってる人いないんで、うん、なんか語れないんでちょっとみたいな、寂しいですみたいな声をいただくことがちょこちょこあるんですけども、うん、結構そういう時思うのが、こういうなんか、まあ、今回だったら15年祭だったりとか、はい、まあ、以前だったら武道館だ、埼玉スーパーアリーナだとか、あとはあれですよね、キャラホビ的なイベントとかで、はいはいはい、まあ、好きなっていう人たちがこう集まって、うん、なんかこう恐る恐る連絡交換なんかしてですねこうつながっていって、はい、まあ、その後身近にはいないんだけども、なんかこう、まあ、今こういう時代なんでこうメールだけじゃなくてツイッターもあったりするからですね、はい、なんかこうそこでいろんなことをこう感想を言い合いながら盛り上がってて楽しいみたいなのがあって、なんかそれはそれで一つまたいいことっていうか、そうですね、なんかこう番組やっててよかったなと思うことだったりするんで、なんかそうですね、リアルにその現場でつながれるっていうのはなんか、あ、なんかいいつながり方だなと、いいですよね、思いますね。いや、だから僕もだから映画のなんか鑑賞会とかでいろんな映画館行ったんですけど、はいはいはい、やっぱり映画館ってちょうどいいサイズで、はい、多くても200人とかだったりするんですけど、はい、まあ、ちっちゃいところだと50人ぐらいするんですね、やっぱり地方とかまで行くと。そうすると意外とその50人同士結構なんか、まあ、多いければ多いに多い方がたくさ ん, なんかこう一緒に盛り上がれる感じはあるんですけども、はい、あの一方でなんかその30人50人であればその分だけ逆にこうみんななんかお互いにちょっとじゃあお互いのこと知って帰ろうかみたいな空気になって、結果なんかこうみんなこう連絡先交換しててなんか微笑ましいなと思ってですね、いいですね、思っててなんかそれがちょっとこう感じられたんで、ちょっと1通目に、はい、紹介させていただきました、はい、続いてですね、こちらの方はですね、内田さん、竹内さん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、これ覚えましたから私は現在大学1年生で進学のため3月に沖縄から関東へ引っ越してきました。引っ越し当日、大好きな沖縄、そして親元を一人離れるのが寂しくて号泣しながら乗った飛行機、そんな私を勇気づけてくれた曲がオンジエアでした。家族も友達もいない新しい地で、うまくやっていけるのかと不安で押しつぶされていましたが、この曲を聴いて、私には DJS を聴く楽しみがある、 DJS きっかけで出会った一石な仲間はたくさんいる、一人じゃないと、前向きに考えられるようになりました。一人じゃない、そう気づかせてくれた楽曲、そして毎週楽しい放送を届けてくれる神谷さん、小野さんと番組スタッフの方々、 DJS という素敵なコンテンツに出会えて幸せです。来週の、もう今週ですね、 DJS15 年祭も楽しみたいと思います。 DJS が大好きですということで、ペンネーム書いてないんですけど、あいうえおさんかな、おあいうえおさんがいただきましたので、ありがとうございます。いや、こういう方もいらっしゃって、オンジエアで、そうですね、なんか確かにその飛行機、要は空へ飛び立つっていう曲なんで、飛行機の、僕も実はその飛行機に乗った時にオンジエアをこうちょっと頭の中で流れることがあってですね、なんか、あ、今同じだと思いながら聞いてもらった、状況と結構全然違うんですけど、でもなんかそういうなんかこうリンクするのはすごく曲を作ってる立場としてはすごくありがたいというか、なんか、うん、理想とする感じですね、ありがたいですね、はい、どんどん紹介していきます、はい、ラジオネームさなえママさんからいただきました。内田市長、竹内さん、4回の DJS 特集ありがとうございました。終わった後に初のメールです、かっこ汗。3回放送分で DJS には捨て曲がないと、言われた竹内さんに完全同意です。どの曲が好きかと聞かれると困るというか、全部好きなんです。改めて放送で聞かせていただいて、この答えに尽きるというか、メールを送って読まれた皆さんは好きな曲を書かれていましたけど、その他の曲も、大好きなんだと思います。 DJS リスナーさんは神谷さんと小野さんについていっているというより、一緒に歩んでいるという感じがするんです。だからお二人の歌が曲が大好きで、どの曲にも思い入れがある、私もその中の一人、仲間に入れてもらっていいですかという気持ちでいますと。15年祭神戸公演に参加させていただきましたが、横浜公演も楽しみにしていますということで、
これも嬉しいですよね。ああ嬉しいですね。なんかねどれも決められないっていうふうに言ってくださるのは嬉しいです。今その一緒に歩んでいくっていうのもありましたけど、やっぱりまあ、トライブドライブの歌詞もそうですけど、まあ、ちょっと乗ってけよみたいなような感覚もあるんで、なんか確かにその一緒に歩んでいくっていうのはもう確かにその通りで素晴らしいなと思いましたね。いやいやいや、はい、あとなんかあれですよね、こう仲間にこうついていっているっていう、こう先頭後ろとかじゃなくて、なんか一緒に歩んでいる気持ちがあるっていうのが、なんか DJS っぽいし、確かに嬉しいなと思いますよね。はい、いやだから本当になんか今回そのやっぱりそのなんだろうな、企画の主題としてはやっぱりなんか好きな曲を送ってくださいみたいなのもあったんですけど、はい、こういうふうに選べないという人もたくさんいらっしゃったのかなと思うんですけど、はい、まあ、そんな中ですね、結構悩みながらも選んでくれたなと思うんですけど、はい、結構この曲好きだよっていうのをですね送ってくれた方もいらっしゃるんで、ちょっと紹介したいと思います。はい、ラジオネーム青戸さん、内田さん竹内さんこんばんは。ミュージック X DJS 楽曲特集4回とも楽しく拝聴させていただきました。私は DJS を2015年から聴き始めたこともあり、第1回第2回はリアタイできていないからこそラジオで聴けることが嬉しく、3回目と4回目はリアタイしていたからこそ当時の思い出を思い出して懐かしくなりました。私が DJS の楽曲で思い入れがあるのはモンスターズショーです。モンスターズショーがオープニングの頃に DJS を聴き始めたこともありますが、 DJS をたまたま聴き始めた回がモンスターズショーの1番が初めて、ラジオで流れた回で、曲が流れた瞬間にグッと引き込まれ、中二っぽくもかっこいい歌詞や、星空を歌詞だけではなく曲からも感じる転調にと、一目惚れならぬ一聞き惚れしてしまいました。 DJS を聴き始めたばかりなのに衝動的に CD 買わなきゃと思ったのはモンスターショーが初めてでした。ということでいただきまして、はい、ちなみにこの方ですね、内田さん竹内さんは初めて聞いた時にこの曲は大好きだと直感的に思った曲ありますかっていうのもいただいております。はい、いややっぱモンスターズショーはね、なんか神谷さんも小野さんもすごい好きだっていう風に言いますよね、言ってたのもあって、なんかやっぱりすごくもう曲のイメージド頭からしてこう引き込まれるのがあるっていうのと、あとその、うんもうCD 買わなきゃっていうふうにこう思ってくれたのはなんかすごく嬉しいですね。はい、いやモンスターショー他もメールもらっていてですね、熊野八さんがいただきました。内田さん竹さんこんばんは。 DJ ソング特集パート4まで拝聴しました。オープニング演技だけでなく MOB のメンバープロデュースまで紹介していただき、お二人ならではの制作の話だけとても楽しかったです。数ある DJS の楽曲の中で一番好きな曲を見るのは難しいんですが、個人的にはモンスターショーがとても思い出深いです。私は初めて DJS のイベントに参加したのはエキスポだったのですが、そこでのオープニングがモンスターショーで、イントロが始まった瞬間、DJS の世界観をやっと目の前で感じることができた喜びと、ラジオの空間に仲間入りしたの気がして涙が止まりませんでした。未だに楽曲を聴くとあの時の空気感が昨日のことのように思い出されて、とても幸せな気持ちになります。他にも DJS にはたくさんの好きな楽曲があり、素敵な音楽を届けてくれる DJS に本当に感謝しかありません。15年祭の方にも参加させていただくのですが、イベントはもちろんのこと、ライブパートも今から楽しみです。これからも素敵な楽曲たちを楽しみにしています、ということでいただきまして、なんでまあせっかくなんでここでちょっとモンスターズショーをちょっとおかけしたいなと思います。はい、では聴いてください。神谷博大森大輔でモンスターズショー。神谷博士小野大輔でモンスターズショーでした。ですね、続いてちょっとまたメールを紹介していきたいんですが、
ですね、黒犬みかんさんがいただきました。内田市長、竹内プロデューサー、こんばんは。4回もの DJS 特集を組んでくださりありがとうございました。さらにメールも紹介する時間まで設けていただき本当に感謝してもしきれません。さて DJS ソングの思い出ですが、私の思い出の DJS ソングといえばトライブドライブです。実はトライブドライブのワンコーラスが初オンエアされた449話をもともとディアガールだった友人に高校2年生の修学旅行中に聞かせてもらい、それが DJS との出会いだったんです。社会人になって改めてトライブドライブをじっくり聞いてみたら、会いに行こうか、まだまだ出会うみんな、や、また一人一人乗せてにやかに行こうなど、当時の私を DJS という車に乗せてくださったこととも重なる歌詞があり、あの時 DJS を知ることができて本当に良かったなと思いました。これからも DJS となることを願っております。 DJS に変わる皆さんが健康でありますようにということでいただきまして、トライブドライブも結構好きだっていう方をですねいただいて、はい、ちょっとタイミング的に言うとあのモンスターショート、はい、まあ、オープニングエンディングで同じ時期の曲にはなるんですけど、そうですね、いやこれもなんか車の中で初聞きっていうのはなんかもうまさに狙ったかのようそうですね、まあ、修学旅行中に聞かせてもらったっていう、あ、そうか、修学旅行中、別に車の中と書いてないですか、車の中とはですね、書いてないんで、じゃあ勝手に僕が、僕が勝手にイメージ、いや勝手に僕がイメージ膨らましちゃった、まあ、修学旅行イコールバスみたいな、DJS という車に乗せてくださったという、ああごめんなさい、ごめんなさい、失礼しました、ということで、はい、高校2年生の修学旅行中に、あ、修学旅行中、DJS を知ったんです。トライブドライブ結構いろんな人が感想もらったんですけど、はい、こういう方もいらっしゃいました。ですね、ラジオネームはるさんがいただきました。DJS ソング特集どのパートも楽しく拝聴させていただきました。私は DJS は箱押しだと言い続けているので、お二人の貴重なトークをウハウハした気持ちで聞いておりました。どの曲が一番とは決められないのですが、思い出深いのはトライブドライブです。この曲がエンディングだった2016年の5月、とある病気により手術を受けるために短期の入院をしました。土曜日の夜中に病室でこっそりと DJS を聞いたのを今でも鮮明に覚えています。幸いにも手術は大成功で、 DJS エキスポに参加するのを目標にリハビリを頑張って、とっとと退院しました。過去笑い。精神的にちょっとしんどい決断をしなければならない病気だったのですが、 DJS があったおかげで笑うことができました。あと歌詞のパンクしたって笑ってんだ、かっこ悪いのは最高だが DJS スピーチみたいなものを、端的に表していて大好きで、ちょっと疲れている時にこの曲を聴いて元気をもらっています。 DJS が生活の一部になってから一曲一曲に思い出があります。こうして振り返り会をくださってありがとうございます。残念ながら横浜公演に直接行くことはかなわないんですが、配信で楽しませていただきます。DJS 特集、一旦最終回と、いうことですが、今度は MOB 楽曲特集でお会いできるといいなと思っておりますということでいただきまして、はい、なんかやっぱりまあなんだろうな、まあこれもあれですよね、なんかこういうメールいただいたなと思ってるんですけど、まあなんかこう、まあ、頑張れるなんかきっかけになったんであれば、それはすごくハッピーだなと思います。そうですね、やっぱりなんかこう力になったっていうのはすごく音楽の作り手としてもすごく嬉しいですね。はい、どんどんメール紹介します、はい。神奈川県のミーさんからいただきました。内田市長、竹内プロデューサー、こんばんは。私は4年目の新規リスナーなのですが、ディアガール歴は短いからこそ当時の思い出話なども聞けて、私も一緒に過ごしてきたかのように、錯覚してしまいました。DJ ソング特集のことですね。そして今回楽曲たちの裏話を詳しく聞けて、この曲にはこんな意味があったんだといろいろな発見ができました。私の DJ の楽曲の思い出はボノボのロックンロールです。今年の春から保育士になったのですが、子供の中にボノボノが好きな子がいて、ボノボのロックンロールを歌っています。深夜声優ラジオ番組なのに小さい熊手が歌っている姿を見て不思議な気持ちになりました。これからも DJS を彩る楽曲をもらえるのを楽しみにしていますということで、おこれ嬉しいですね。嬉しいですよね。いやいやいや、いやでも本当になんかこうね、ちっちゃい子たちがこのボノボノロックンロールをこう歌ってくれたらいいなっていうのは、みんなでやっぱ話していた部分もあるので、 MBB の皆さんとも話していたことでもあるんで、なんかこれはなんかみんなが喜ぶと思うんですね。そうですね。そんな MOB さんでいうと、まあ、MBB さんでもあるんですけど、MOB さんでいうとですね、内田さん、竹内さん、こんばんは。 DJS ソング特集パート1から楽しく聞いています。DJS のイベントや普段のラジオを聞いていると、今できる面白いことを全力で届けてくださっているんだなと感じます。
それを一番感じたのは2020年です。私は老人ホームで介護の仕事をしているんですが、この時期はガーゼ、包帯、アルコールの在庫がなくなってきて、感染対策も何が有効かわからない中、仕事は続けなければならないという状態でした。そんな中公開されたのが Like a Fake とサンキューロックのリモートバージョンのミュージックビデオでした。ミュージックビデオを見てどんより灰色がかっていた世界がパッと色づいていったような感覚でした。ご自宅でサングラスをかけているようなロックの人たちも今はお家で、ステイホームしてるんだなと思うと、この異様な状況で来ているのは自分だけじゃないんだと感じられて、すごくホッとしたのを覚えています。エアツアーファイナルでオノディさんが、この歌を必ずお前に届ける、いくつになっても必ず叶える約束だと約束してくださったのもグッときましたということでいただきました。はい、サンキューロック、はい、なんかあの動画は僕もすごく印象的というか、はいはいはい、やっぱ見ておおすごいと思いました。もう一緒にまあ、もう期間限定って言いながらもう2年ぐらい公開してますなかなかね終わらないですよねこの状況は、ね、いや本当そうですね。なんでなんかね、またこういう人たちみたいにこうなんかこうプラスに取ってくれる人いれば、またしばらくはあのままにしておこうかなと思っております。はい、では、ここで、1曲お送りします。マゾヒスティックオノバンドでサンキューロック。マゾヒスティックオノバンドでサンキューロックをお送りしました。はい、というわけでメール紹介に戻っていこうと思うんですけども、はい、ラジオネームマリンさんがいただきました。内田さん、竹内さん、こんばんは。私は2014年頃から2018年頃まで DGS をリアルタイムで聞いていた、元ディアナガールです。まあ、元の部分はあのクエスチョンマークついてますけど、元ディアナガールです。2018年高校3年生になり、受験勉強が忙しくなったことから DGS からも離れてしまいましたが、その後はイベントの度に戻っては参加していました。長い間離れていても変わらない雰囲気、ホームのような空気感の DGS が私はとても大好きです。今回の15年祭は、まだチケットが取れていないのですが、当選したら彼氏と参加する予定です。彼氏もディアナボーイになってくれたらいいなと思ってます。笑い。もしよろしければ何から聞けばいいかわからない私の彼氏に、内田さんと竹内さんからのおすすめ楽曲を教えていただけたら嬉しいです、ということで。はい、おすすめ、これも難しいですね。おすすめディアナボーイ、ディアナボーイ、男ラプソディじゃないですか。男ラプソディやっぱ男ラプソディから入ってまとめるんじゃないですか。そこでネタ曲いきますか。いやもうあれから入ったらもうディアボーイですよね。ディアボーイになってほしいってなったらもう男ラプソディ行くだけじゃないですか。確かに。いやーなんかありますよ、竹内さん。いや一番今ちょっと笑いましたけど、確かにそうかもしれないですね。これで一回笑かしてからですね、油断したところでこうグッと入っていけばですね、多分あれじゃないですか、ディアボーイになるんじゃないですか。あーそうですね。なんかいやすごくもう僕個人的にはですね、もう声優アネームもぜひ聞いていただきたい。あ、そうですね。いや声優アネームも聞いた方がいい。声優アネームも聞いた方がいい。いや
はい、ね、テーマソングですからね、はい、ぜひ聞かせてあげてみてください、ちょっとこういうメールも紹介したいんですけど、はい、ですね、内田市長竹内さんこんばんは。2007年から DJS をずっと聞いていますということで、15年間聞いてもらっていると。番組が始まった年に大学生になり、人生の節目節目に DJS、 そして DJS の歌がありました。私も今では社会人、そして一児の母になりました。育児休暇中かな、育休中、0歳の息子によく聞かせたのはフライングザスカイ DJS カバーバージョンですと。諸事情あってまだ結婚式を挙げていないのですが、絶対にプロローグのイントロで会場入りするぞと意気込んでます。15年祭の神戸公演にも参加させていただきました。横浜はニコニコ生放送で参加する予定です。これからもいつまでも人生のそばに DJS がいてくれるように、ずっとずっと応援しています。 DJS ファミリーの皆様のご多幸をお祈りいたしますといただいてですね、これちょっと続けて紹介したいメールがあるんですけど、はい、千代美さんからいただきました。私の DJS ソングの思い出はベタですが、プロローグを結婚式で流したことです。流したっていう人がいるってことですね。流したいっていう方もいらっしゃる。流したという男で、DJS 初期の曲で、当時はインストでしたが、君と目があって心動いて突然輝く季節、ときめきのプロローグという歌詞で、二人の出会いから始まり、今そして未来へと続く歌詞がつき、結婚式向きだなと思い、新郎新婦の入場曲として使わせていただきました。2016年の DJS エキスポで初めて生で聴いた時、季節を彩るスクリーンの演出と、その前で歌う音さんと神谷さんがとても輝いており、ステージの光も幻想的で感動したのを今でもずっと覚えています。もともと大好きだった曲がさらに思い出の深い曲となり、またいつか生で聴ける日が来るといいなと密かに思っております。番組の15周年を迎えた今では、時計と手紙や100年ドラマ、さらには僕たちの轍など、 DJS 愛にあふれた楽曲が次々と生まれ、歴史を彩る曲が増えたなとしみじみ思っています。そんな中での番組プロデューサーの内田市長と音楽プロデューサーである竹内さんの、楽曲制作秘話やレコーディングの裏話がたくさん聞けて、とても嬉しい限りです。またプロローグの原曲となるインストも DJS チャンネルの方で聴けるようになり、プロデューサーズカットを聴くたびに、感動とともに何とも言えない熱い感情が込み上げていきます。ちなみに18歳離れている旦那さんは、神谷さんと年齢が近く、私が DJS を聴いてでもわからないんだでも笑っており、これ何って聞くと教えてくれたりします。かっこ悪い。DJS15 年祭残すところ横浜公演のみになりますが、 DJS イベント初の全通、まあ、全部行くってわけですね、押す予定です。DJS ソング特集を聞いて、ますます気持ちを盛り上げて参加したいと思いますということでいただきました。はい、はい、あ、でも確かに言われてみればプロローグ、その結婚式というかそこでかけてっていうのは、確かに言われてみれば合ってるかなと思いますね。そうですよね。なんかそれは言われてみればです。じゃあなんかそういうタイプ取りに行きますよ、なんかそういうタイプ取りに行きますよ。確かに結構ちょっと今古い話はあれですけど、はい、それはさておきですね、新しい曲のメールも感想をいただいているのでちょっと紹介したいんですけども、姫さんからいただきました。内田市長竹内さん、スタッフの皆さんこんばんは。 DJS ソング特集第4弾まで全て拝聴させていただきました。DJS でもなかなかメール特集というのはほとんどやらないのに、まさかソング特集でメール特集が組まれるとは、さすが社長、さすが DJS ソングですね。MOB さんの楽曲を含めて、解説や裏話が聞けて、より今週末開催される DJS15 年祭がより楽しみになりました。DJS MOB の楽曲はどれも素敵な曲ばかりですが、最近の曲で何度も聴いてしまうのは僕たちの轍です。神谷さん、王さんのお互いに向ける信頼や絆、これまで歩んできた奇跡、目の前にいる人を笑わせたいという小野さんの思い、ずっと素敵な関係でいる神谷さん、王さんに歌が相まって泣ける曲になっていると思います。この歌の最後にハモリがあるところが特に大好きなんですが、まさか小野さんからの提案だとはさらに驚きがあり、何度でも聴きたい大好きな曲です。DJS 放送開始からずっとずっと大好きで、特別で唯一無二のラジオです。横浜公演も両日気温が上がって暑くなりそうなので、皆さんも体調には気をつけていただき、祭り当日をお迎えください。私も横浜両日参加します。まもなく開催で今からドキドキしながら楽しみにしています。それではということでいただきました。はい、僕たちの轍、轍、そうですね、まさになんか今流れているからこそ、さらになんかこうなんていうんですかね、印象深いというか、はいはいはい、そういうのもあると思いますし、そうなんですと、小野さんがやっぱりこうハモリをやりたいと
こう言っていただけたところがあって、あもうそれだったらもう任せてくださいという感じでハモリパートをちょっと岡さんと話をして、うん、もうここだっていうところに持ってきてたんで、はい、なんかすごく小野さんも気合い入れてあのレコーディング等々含めて歌ってもらった感じですね、うんうん、いや最近の曲がなんかこういいっていうのはすごい、はい、いいですよね。いやもうありがたいです。なんかそうですね、確かに割とこうなんかこうどこかにこう集中しがちだったりもするけど、本当なんかこうまんべんなくというか、うんうんうん、なんかいろいろこうこれが好きだっていうのがこう固まらずに割と来てる印象があるので、やっぱ嬉しいですね。いやなんかあとそうですね、あの私もそうなんですけど、あのですね、こちらのメールもちょっと紹介させてください、はい、お茶さんからいただきました。内田さん、竹内さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。何回か何回か忘れましたよ。私は We Are Open を聞いた時に涙が出ました、私は私生活の環境が変わった関係で2年ほど番組を聞いてない時期があったデモのリスナーなんですが、そんな私に、こっちは大方いつも通り寄ってきな、来週も来ないよの歌詞が特段グッときてしまいました。目まぐるしく変わる自分の周囲に反して、突然出戻っても何も変わっていない DJS に安心感があるとともに、やっぱり大好きな番組だなと思い、また現在も毎週欠かさず聞いています。今はエキスポぶりに参戦する DJS のイベント15年祭がとにかく楽しみです。はい、いやもうまさにもうね、We Are Openそういう意図として作ったっていうところもあるので、いや本当になんかそういう風に他にもね、こうあのやっぱ聞いててあの戻ってきたんですけど、いつも通りでっていう、うんうん、あのツイートとかで見たりとかしてるんですけど、やっぱりそういうんだともうまさにこの We Are Openで言いたかったことと、うん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 、なんかそれでやっぱりあだよねっていうふうに思ってくださったっていうところと、なんかこういい感じでリンクしているのがなんか僕もすごく嬉しくて、多分神谷さん小野さん含めて同じ気持ちなのではなかろうかと思いながら、はい、思ってます。なんかあれなんですよね、よくその出戻りリスナーとか、うん、あのしばらく聞けなくてっていうのをすごい申し訳なそうに言ってくれるリスナーさんいらっしゃるんですけど、はいはい、もう全然出戻りっていうか、あの戻ってくれてありがとう。あ、そうですね、ありがとうですね。なんかあれですよね、逆になんかよりなんかこう好きになってくれるんじゃないかなとか思うんで、なんかその聞いてあのよくあるのがその戻ってしばらく聞いてなかった戻ってきたんです、すいませんみたいな人と、最初から聞いたくてすいませんっていう人といらっしゃるんですけど、はいはい、でも全然もう今聞いてくれれば、もう全然何でも言ったら語弊ありますけど、はい、何でもいいですし、まあ、逆に、はい、まあ、やっぱり自分自身を見てもやっぱりこう同じものが好きだった、たとえ好きだったとしても、まあ、ずっとぴったりくっついていくっていうのは、はい、なかなか難しくて、そうですね、やっぱり生活環境が変わったりとかしていくと、なんかこう、まあ、後回しっていうことでもないのかもしれませんけど、でもだんだんそれがなんか積み重なっていって、ちょっと追いきれなくなっていって、はい、覚えてはいるんだけど、はい、追いついていけたいんだっていうのは、まあ、あるなと思ってます。ありますあります。むしろなんか、まあ、僕らも15年やってきたんで、はい、なんかこう焦らず、思い出したらまたフラッと来てほしいなっていう意味で、そうですね、いやもうごめんなさいとか全謝る人全然ないですよ ね、 いや本当ありがとうございます。 We Are Open、はい、いい、そういう意味でもなんかそういうのがちゃんと伝わっていいなと思いました、うん、はい、はい、ですね、あとちょっと変わったじゃないですけど、少しなんかこう質問的なものがあるので、ちょっと竹内さんお伺いしたいんですけど、お、はいはい、小森さんからいただきました。内田さん、竹内さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。 DJ ソング特集、この人パート3までメールいただいてるんですけど、はい、15年祭神戸公演にも参加しました。あんな曲こんな曲でとても楽しかったし、たくさん予習していった回がありました。前回までの放送では神谷さんは楽曲のアイデアやエッセンスを与えてくる、小野さんは勘違いソングとなるとレコーディングが早いという貴重なお話が聞いて非常に興味深かったです。これなんかあれですよね、神谷さんはあれだけど小野さんプラスなのかっていうなんか褒めてるのかどうなのかっていうのはちょっとあれです。まあちょっと置いとくとして、小森さんが、DJS の楽曲を聴いていていつも感じるのは、神谷さんは芯となる声、小野さんは響きとなる声だなということですと。お二人の声がバランスよく混ざり合って、あの安心感や説得力が生まれるんだなと、素人ながら思っています。
そこで内田さん、武井さんに質問です。歌を歌う上での神谷さん、王さんの声や表現などについてどのような印象を持たれていますか。また楽曲制作が始まった頃と現在とで、イメージが変わっているのはありますかということで、これは武井さんが一番やっぱり。そうで、いやでもまさにおっしゃられたところはすごく僕も思うところで、まあ、もちろんその声質という部分で割とこう神谷さんが高い声、うんうん、小野さんが低い声っていうところががっちりはまると、あのすごくこう幅が広がるっていうのはまさにそうなんですけど、うんうんうん、でそしてまさにその神谷さんが芯となる部分というところも、あの僕も割と同じことを思っていて、すごくこれもなんか DJS っぽいなと思うところが、神谷さんがやっぱ芯を作って、うんうん、その周りでちょっとこう小野さんが遊んでるじゃないですけど、ちょっとこう自由な感じで遊んでる雰囲気っていうのは、あのやっぱ歌にもあの現れているなと思っていて、でそれは別にその小野さんがあのなんかふざけてる方適当に歌ってるってことではなく、あのむしろあの小野さんは小野さんなりにこう自由に小野さんの感覚で歌ってくださいっていうことは僕毎回あの結構まあ初期にやっぱ言っていて、で、まあ、最近はもうずっともうあの神谷さんもあの DJS といえばっていう感じも分かってくださっているんで、もう本当に思った通りに歌ってくださいっていうところ でそれがやっぱり初期に特にやっぱ神谷さんはなんか芯があって、そこの周りでちょっと小野さんが遊んでるこうような感じがあのより出ればいいな、それがなんか DJS っぽいなっていうのは僕の中であったところなんで、まさにそのおっしゃられてる感じと取られてる通りかなと僕も今聞いてて思いました。いや僕も同じこと思ってますよ。なんかあれですよね、神谷さんはやっぱり本当に究極のプロっていうか、はい、あのしっかり形をもう決められたことをきっちりそれをちゃんと 100%、はい、多分 100% 言うほど簡単じゃないじゃないですか、はい、でもちゃんとそれをちゃんと自分で噛み砕いて解釈して、うん、あの 100% にこうかっちり仕上げていって、はい、で小野さんがいい意味でそこを少し揺するというか、そうです崩すというか、そうですでそれによってなんかちょっとか化学変化というか、はい、予定調和じゃないものが生まれてきて、はい、なんかこういろいろとなんかあれですよね、はい、あの設計図に書いたのが出来上がって、結果的にその曲の良さになってるなっていうのは感じますよね、はい、で多分それを多分神谷さんも感じていて、だから多分そのレコーディングと多分あのライブにやっていく部分とかで、はい、多分徐々に、はい、多分変わっていってんだ、まあ、そういう意味で変わっていってんだろうなってですね、はい、うん、いやなんかすごく感じますね、はい、もうまさにそうだと思います、はい、DJ ソングについてのメールたくさんいただいて、まあ、引き続き紹介していきますね、はい、ディアネーム月さんからいただきました、内田さん、武井さん、こんばんは。 DJ ソング特集毎回楽しく聞かせていただきました、DJ の楽曲はどれも大好きなのですが、その中でも私が本当に辛い時救われた曲があります。それは大切の鍵です。看護学生で実習中、毎日数分から数時間しか寝られず、病院に行けば怒られ、辞めたいと思っていた時、大切の鍵の、昨日のつぼみが花開く、そんな変化に気づける心でという歌詞が聞こえてきました。この歌詞を聞いて、苦しむ患者さんを一人でも多く救うため看護師を目指していたのだと改めて思い出し、毎日回復に向かって努力する患者さんのほんの少しの変化も見逃さず、気づき一緒に喜べる自分でありたいと思いになりました。 DJS のおかげで実習、国試、これ国立試験ですかね、を乗り越えることができ、今は夢だった看護師として働いています。DJS のラジオはもちろん、それを彩る楽曲たちも生活の一部として日々を頑張るための活力となっています。本当にありがとうございます。15連載も残るは横浜ですね。私は1日目は現地で、2日目は配信で参加させていただく予定です。内田さん、武井さん、DJ さん、から全ての皆さんが健康で本番を迎えることを祈っていますということでいただきました。大切の鍵は、いやでもそうですね、いや素晴らしい職業だなと思いますし、そう大切な鍵もやっぱりそうですね、なんか僕もそうなんですよね、そのなんかこう大切なものって意外と近くにあるっていう、こう東大元暮らしじゃないですけど、なんかこうがむしゃらにこうやってれば意外とこうポロッとこう目の前にふっとなんかこう鍵が現れたりとかするっていうのはなんかまさにそうだなと思っていたので、僕もその曲を作っている段階からなんかもうこういうアイデアが打ち合わせの時に出た時からやっぱりなんかすごく組み立てていくにつれ、なんかそれはすごく印象を強く思うようになりましたね。なんかそこがなんかずっと今でも僕もなんかそこは思ってますね。いやどんどん紹介しますよ、はい。ラジオネーム大福さんからいただきました、
内田翔武さん、こんにちは。DJS の楽曲はどれも素敵で、そこに神谷さんと小野さんの最高の依存が響くと、とても心地よくなるので大好きです。さらにイベントを歌われた時の思い出が重なることで、もっともっと輝いていって、通勤時に聞いて毎日の糧にしています。本当にありがとうございます。両日参加した DJS エキスパートのテンダーランドなんて、聞くたびに当日の多幸感が蘇ってきて泣きそうになるくらいでした。 DJS ソングの中でも1、2を争うぐらい大好きな曲です。ちょっと曲とは話がそれますが、10年以上前名古屋では放送は聞けなかったため、周りのアニメ好きな友達数人から DJS って何なのと聞かれたことは、懐かしい思い出です。当時漫画やゲームなどのメディアミックスにより DJS という名前は雑誌で見るけど、ラジオ番組だということにたどり着けなかったようです。ラジオ番組だよと答えるとみんな怪訝な顔をしていましたが、かっこ笑い。イベント前に過去の楽曲について深く知ることができる素敵な機会をいただいてありがとうございました。今回はなんとか最終日のみ参加できることになり、めちゃめちゃ、楽しみにしております。 DJS キャンプは涙を飲んで参加を見送ったぜでしたので、ブロマガも拝見しまして、いろんな思いの中で開催してくださっているのもしっかり受け止めつつ楽しみたいと思います。長々と失礼いたしました。暑さが厳しくなっておりますので、どうぞご自愛くださいませ。それでは大工さんからいただきました。はい、いやでも確かになんかその曲を聞いて、まあ番組の例えばオープンエンドとかで聞いて、それを次 CD で聞いて、まあイベントでやっぱり生で聞いて、そこでなんかこうなんていうんですかね、がっちりとこう固まるっていうのは、あ、なるほどなと今ちょっと聞いてて思いましたね。なんかやっぱり耳だけで聞くじゃなくて、そこにこう映像として目の前にこう、亀井さんと小野さんが歌っている光景を目の前にしてっていうところは、やっぱりそうですね、僕も今ちょっとなんかいろいろ置き換えても、あ、それは確かにすごく印象深いことなんだなっていうのは思いました。しかも、まあ、テンダーランドは特になんかそういう、まあ、エキスポっていうところもあって、なんか僕も思い入れの深い曲なんで、はい、いや、なんかそれはなんか今後もちょっと忘れないようにしようと思いました、ね、今なんかDJS の歌、まあとにかく僕らの歌詞みんなで聴いてますわ、なんかひどいこと言いましたけど、まあ、それはまあ半分本当で半分そこまで本当じゃないんですけど、フェンダーランドも今メールちょっと探してたどり着けなかったんですけど、はい、結構歌詞で、やっぱりみんなすごくなんかこう、はい、なんだろうな、つかの間の夢、つかの間の夢、はいはい、魔法が解けても、うん、まぶたにずっと残るみたいな、はい、なんかがすごい印象的で、そこを聞くとすごくなんかこう、まあ、いろんな気持ちになると思うんですけど、好きなんだっていうのがたくさんいただいてて、そうですね、なんかそうなんです、僕もなんかDVD の時に、はいはいはい、ここの歌詞の部分だけは僕ちょっと内田さんにわがまま言って、はいはい、カメラ割りをこうしてほしいっていうなんかちょっとオーダーを出した曲があってですね、ここだけはどうしても最後会場のわーっと引きの絵で見せたいっていうところはちょっとわがままを言ったのをちょっと今思い出しました。いやいや、もうやっぱりでもなんかそこのあれですよね、なんかいや、そこのやっぱこだわりが生まれる理由もよくわかるというか、そうですね、なかなかこの限られた時間で全部紹介していくのはなかなか難しくて、はい、次何のメール読もうかなと思っているんですけど、はい、まあちょっと、まあ、先ほどのちょっと紹介した方にもちょっとつながる部分もあるんですけど、ください。ちょっと少し間つないでもらっていいですか。急に急にですか。何の話しましょう。今ちょっとメールが行くふうな、いやなんか、いやなんかすごくそのたくさんのこのメールとかをいただいていて、その、はいはい、このメールの僕そのこの束を見ておーっと圧倒されて、でこの内田さんがもう、うん、この始まるギリギリまでもうどれにしようどれにしようっていうのをすっごい悩んでるのを見ていて、まあもちろんそのね全部読みたいっていう思いもありつつ、でもやっぱりこの時間的にっていうところで、やっぱこの何ですか、そのもう内田さんのこのリスナーに対する思いっていうのは僕目の前にしてますよ。僕ですね、いや本当はもうちょっと上手にやりたいんですよね。もうラジオ23年もやってるんでもうちょっと準備整えてスタジオ来いよって感じなんですけど、いやなんか裏方ですから皆さん、なかなか整わずですねちょっとなんでもうちょっとちょっとメール発見しましたんで、はいはい、紹介します。ラジオネームくじこさんからいただきました。内田さん、竹内さん、こんばんは。こんばんは。改めて番組15周年おめでとうございます。
なぜなのか私もよくわからないんですが、私はマゾヒスティコバンドがすごく気に入ってしまって、いつか MOB のライブに行きたいという思い半分で、今日までの5年間リスナーを続けてこられたように思います。新曲マイティーハートとライブサバイブの開催が発表されて、やっとその念願が叶うという時、当時私はやばい病気が見つかり入院が決まっていました。ライブ行きたいけど治療しながら埼玉まで行くなんて無理かもとすごく悩んだことを覚えています。でもマイティーハートという曲がそんな私をめちゃめちゃ励ましてくれまして、手術もその後の治療も経過良好で、埼玉スーパーアリーナには1日だけですが行くことができました。先日の DJS ソング特集ではマイティーハートの歌詞意味わかんないですよね笑みたいなことを話されてましたが、その意味わかんない曲で命を取り一命を取り留めた、メスガソリンがここにいます。15連載横浜公演は初日現地2日目配信で参加します。楽しみにしておりますということでいただきまして、なんかなんていうのかな、まあちょっとそのなんかもうこういう、ありがたいなと思いつつ、まあ、僕が言いたかったのはマイティーハートの歌詞意味わかんないですよねってすいませんでしたっていうのと言いたいのはもう一個あって、なんていうんですかね、全然これは訂正って意味ではなくて、褒め言葉っていうですね、はい、なんかわけわかんないねみたいなことって、結構 DJS 的にはなんか褒め言葉というか、はいはい、なんかなんかわけわかんなくて意味不明っていうよりはなんかわけわかんないくてなんかこうなんていうのかな、まあ聞かないとすごくいいねって意味が入ってたりするんですけど、はい、もちろんこのくじこさんも多分それ分かった上できっと送ってくれてるんですけど、まあなんか、はい、いやマイティーハートっていう曲に改めて、曲が真に受けたあれなんで一応すいませんでしたって言っていや、まあ、MOB っぽいですもんね、そのそうなんですよね、すごくそういう意味ですもんね、なんかいや僕も大好きですこのマイティーハートは。なんかそのスピカさんも、全4回拝聴しました、高校受験の時にマイティーハートに勇気をもらっていたことや、コロナ禍で退屈な日々に 6.9 の CD が届いたのがすごく嬉しかったことなどを思い出しましたということ で、まあ、DJS の楽曲と日常がリンクしていることを感じた放送でした。特番の赤吹き直して15年生予感をこれも楽しみにしてますというスピカさんから、高校受験でねマイティーハートに勇気もらってたということなんです。はい、なんかそれはすごいなんか曲がある意味すごく一人歩きいい意味で一人歩きをしてたっていうことで、ありがたいなって思います。いやすごくテンションこう上がる曲ですからねマイティハートは。なんか僕も割ともうあれ聞くだけで音的に元気もらえますから。そうですよね、なんか不思議ですよね。なんかでもあえてちょっと変にしてるとかあるじゃないですか、はい、家庭の中で、はい、あります、物語として、はい、でもなんかそれがなんか別にそこも含めてなんかなんかその先僕らが一歩階段で言うと1段2段3段があったとするならば、別にただ1段2段3段登ってるだけじゃなくて4段5段と、はい、なんかどんどん積み重ねていって、はい、その人がなんかこう超えなきゃいけない何かを超えていく、まあ、階段になってるような気がして、なんか僕はすごく嬉しいなと思いつつ、なんか、はい、まあ別にそれを狙ってやるとやらしいから僕は狙うことはないと思うんですけど基本的には面白いが正義でやっていきたいなと思って、はい、はい、ですね、メールまだ紹介できますかね。ラジオネーム、ゆうなさんからいただきました。内田さん、竹内さん、こんばんは。私は DJ ソングに常に伝えられています。小学生の時は下校後の楽しみに、中高生の時は登下校、テスト勉強のお供に DJ ソングを聴くだけでラジオのゲラゲラは母を思い出して元気がもらえるので、運動会や受験など大切な時にも必ず聴いていました。そして小野さんと同じ大学に通う今、少しですがFM ラジオ番組でお話しする機会があり DJ ソングを流しています。これからどんな曲が生まれていくのかラジオ本編とともに楽しみで仕方ありませんということでいただきまして、はい、いやでも僕もちょっと楽しみですね、今後どういう曲が生まれていくのかっていうのは。僕も全然、当たり前ですけど、わからない部分ではあるんで、わかんないですよね。僕らでもわかんなすぎて若干不安ですから、ね、間違いないのは4月には曲変わるとか決まってるんで、そうです、たまになんか今回いいのなかったんで、ええ、今回は延長でいきますみたいないや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 なるんじゃないかっていう、なんか言うほどスムーズでもないじゃないですか。そうですそうですそうです、やっぱり難産な部分はすごくあって、なんか あでもないこうでも、やっぱりそれもね、いいものをなんか届けたいっていう、やっぱりこうみんな思いがあるっていうところで、はいはいはい、でもまあやっぱり完成してこういうメールとかいただいたりとか、なんかこういろいろ見てるとその辺は全部なんか救われると言いますか。いいですよね。いやでも小学生で切ったんだっていうのもちょっと驚きですよね、はい、一応僕の中では中学生以上推奨してそうなんですか。いや切っちゃダメってことじゃないですけど小学生に対する配慮はほぼなさそうだなと思ってるんで
なんかねメールでもいただいたんですよ。なんかあのお子さんいらっしゃってるけどなんか聞かせられる放送聞かせてますっていう方って、僕はそれすごいナイス判断だなと思って、逆にそこでちゃんとお母さんがコントロールしてくれたら、あの僕らもあんまりあの小学生聞いてるからちょっとこれ控えようとかですね、はい、せず済むので、はい、まあそうですね、そのリレーしていただくのは全然構わないんですけど、なんかそのリレーするときに、あ、このバトン渡すの違うなと思ったら、その回だけはちょっとないないしていただいてなんか聞いて、その時聞くべき一回ですね、聞いて、あの聞かせて、その、まあ、もう判断も皆さんお任せしますんで、はい、あの聞かせていただけるとなんかつながってっていいかなと思っているんで、まあね、もしかしたらこの人が今、ゆうなさんが FM ラジオ番組で DJS を流してくれてるそうなんで、もしかしたら DJS 聞いた人があの知ってくれるかもしれないし、はい、あの知らない人でもたまたまその時の気持ちとか環境にその歌詞とか曲が気持ちにつながっていって何かこう感じてくれたらいいなと思っております。はい、はい、ですね、ちょっともうあと残りの時間だけ見えてるんですけど、どれぐらい喋っていいか分かんないんであのとりあえず探り探り喋ってますけど、ちょっとあの前後しちゃうんで、さっき体質の鍵の話もしたんですが、この方結構ですね、本編 DJS 本編にもメールいただいてるんで、お名前がすごい僕の中では印象深いんですけど、井上さんからいただきまして、私は特に思い出に残っている曲が大切の鍵です。この曲を聴くと自分が生まれて初めて参加したライブイベント、ライブサバイブのことを思い出します。初めてリスナーさんと交流して嬉しかったことや、生きてきた中で一番幸せな時間だった過去泣きと感情が爆発して帰りの新幹線に泣きながら帰ったことなど、当時の記憶は鮮明に蘇ってきます。ライブでは曲の最後に2人が大きなハートのポーズされたのもとても可愛くお気に入りです。曲自体も当たり前って必要、大切という鍵は意外とそばに落ちているからという歌詞はとても素敵で、当たり前の中にも少し目線を変えれば楽しいことがあるよというメッセージがとても好きで、うまくいかないことはぜひ必ず聞いて元気をもらっています、ということで、あの他にもいろいろ書いていただいてるんですけど、まあ、大切の鍵が良かったというですね、メールをいただきまして、なんかあれですよね、なんかでもなんかきっとそういうことなんだなと思うんですけど、まあ、僕らからすると僕はなんか ある意味そんなにこう深いこと考えずに、まあ、例えば今週の、横浜も、まあ、とにかく、まあ、3時間半なのか45分なのか4時間なのか分かりませんけどまあ楽しんで帰ってくれたらいいなと、長い時間を感じずに楽しかったなと思って、はい、なんかこう月曜日笑顔だったらいいなと思ってやってるんですけど、なんかそれ以上になんかこう多分いろんなことを考えない人は生きてるからですね、まあ、やっぱりなんか多分僕たち以上に多分この井上レイさんも来てくれるリスナーさんも神谷さん、大野君とか DJS のことは好きでですね、はい、多分なんかこう考えてること多分倍2倍3倍ぐらいなあのものが嬉しさとかあるんだろうなって感じますよね。なんかいやなんでなんかそれを踏まえるとやっぱり、まあ、このトーム特集の中でもちょっと言ったんですけど、やっぱりなんか狙ったことではないんですけど、そう思ってくれる人がいるんであれば、やっぱそこに対してあのちゃんとあの返せるように、うん、あのしっかり準備して、はい、あのしっかり胸張って面白いと思えるものを、うん、まあ、出したいなっていうふうに、はい、思う次第でございます。はい、はい、まさにですね、いやもうまさに絶賛リハやってますからねいや本当大変なんですよ、ね、皆さんね台本書いたらできると思うじゃないですか、ついたらできると思うじゃないですか、あ、ね、人間できないですから人間はねあの機械じゃないんで、ね、あの言われた通りできるわけじゃないんですよでもやっぱやる努力していてできていって、あのね、神谷さんとかからちょっと褒めてもらうとですね、僕も自分が小学生かっていうぐらいにですね嬉しかったりするんですね、頑張ろうと思ってあのできないことを、まあ、苦手なことをやってますね。はい、次のメールに行きます。スイさんにいただきました。内田師匠、竹内さん、こんばんは。過去3回の DJS ソング特集では大好きな曲の数々を聴きながらお二人の思いや制作秘話を聞くことができ、とても貴重な時間を過ごさせていただきました。今でも横浜公演に向けてアーカイブを何度も聞き返しています。そんな DJS 楽曲の中でも私は特に思い出深いのは Say Your Name Dear Girl です。何度も歌われていたこの曲ですが、私にとっては一昨年の7月に行われた MOB 無観客無料トークライブのラストで披露された時のことが最も印象深いです。当時はコロナ到来1年目という暗中模索の世の中、さらに私は大学受験のため勉強真っ只中でした。コロナのせいで部活のコンクールも中止になり、受験勉強はうまくいかず、苦しい日々を過ごしていました。そんな中、勉強の息抜きにと見ることを決めたこの配信、そこにはどんな状況だって変わらない明るく笑顔にあふれた DJS があって、ひどく安心したのを覚えています。そして最後のこの楽曲で私は涙を止めることができませんでした。
見失っても DJS の声が道しるべになってくれる。勉強頑張って大学に合格して必ず2人に会いに行こうと決意を固めた瞬間でした、結果見事合格することができ DJS に会いに行くという夢をついに15連載横浜公演で叶えることができます、長々と自分のことを書いてしまってすいません。 DJS にはこれまでたくさん支えられ感謝しかありません。本当にありがとうございます。15年祭では神谷さん、大さんはもちろんのこと、社長や竹内さん、大勢のスタッフの皆さんにもペンライトと拍手と笑いで感謝を伝えたいなと思っております、準備でお忙しいと思いますがどうか決してご無理なさらずご自愛ください。楽しみにしておりますということで、いやー嬉しいですね。ありがとうございます。特に声優はねもう僕的にはもうね竹内さんの曲ですからね、本当嬉しいですね。もうじゃあちょっと、はい、今日の曲かけちゃいましょうか。はい、では聴いてください、神谷浩史、大野大輔で Say Your Name, Dear Girl。 表紙大野大輔で Say Your Name, Dear Girl でした。というわけでそろそろ DJS ソングメール特集お別れの時間です。早かったですね、いやもうちょっと最後お知らせなんですけどもちょっと全部読む時間がないんで今週末あの DJS15 年祭、ピアリナ MM でやります、チケットまだまだ販売しておりますので、ぜひ、参加してください。ラジオも聞いてください。それではそろそろお別れのお時間です。まずは今週末 DJS15 年祭で元気にお会いしましょう、この時間のお相手は文化放送エクステンド内田博之と竹内昭弘でした。 DJS のレギュラーラジオと15年祭に続く。